ここからは新潟のニュースです。リニューアルが進む JR 新潟駅、来週には新幹線改札の目の前に50店のショップがオープンします。それに先駆け明日オープンするのが人気のスーパーマーケット成城石井です。新潟駅には中継が出ています。大谷さん。はい、日は日が暮れて人通りが一層多くなってきました JR 新潟駅です。観光案内センターもオープンして日に日に進化を遂げている JR 新潟駅ですけれども、駅ビルもリニューアルします。ちょうどあの新幹線東改札の目の前のこのエリアに土産物店など50店舗が並びます。その中の一つが成城石井です。楽しみにされている方も多いのではないでしょうか。さて明日その他の店舗に先駆けていち早くこの成城石井がオープンします。ちょうどこのグレーのシャッターの裏側がまさに成城石井の店舗になります。今日特別に午後入らせてもらいました。2階イーストサイドの一番手前に位置しているのが成城石井です。今日はオープン前日ということで大忙しで開店の準備を進めていました。こちらにはお菓子や輸入食品などおよそ6000品目の商品が並びま す, 豊富です、ね、特に注目はお惣菜やデザート。明日には陳列棚にずらりと勢ぞろいしますよ。美味しそうな商品が次々とお店に並んでいました。さて成城石井とは一体どんなお店なのか、こちらをご覧ください。東京世田谷区の高級住宅街成城、ここが成城石井の発祥の地です。小さな食料品店として1号店を構え、その後スーパーマーケットに。現在では関東を中心に全国に展開しています。成城石井の入り口には新鮮な果物がずらり、さらには輸入ワインや自家製のパンなど日本だけでなく世界からえりすぐられた食品が取り揃えられています。チーズ一つとってもこの豊富な品数、地域住民の声に応えて美味しいものを厳選しお客様の納得のいく価格で提供してきたからこそ成城石井ならではの品揃えになっていったといいます。中でも注目はオリジナリティあふれるお惣菜やスイーツ、とにかくこだわりが詰まっているんです。成城石井にはセントラルキッチンがございます。一流の料理店だとか、ホテルだとか腕を磨いてきた職人さんたちが日々、自分で開発して調理するんです。いよいよ新潟の方にも毎日のようにこう届けられるというのはお客様にも楽しみにしていただけることじゃないかなというふうに思ってますね。お惣菜の人気商品の中には甘みと酸味のバランスが絶妙なリンゴ酢とキビ糖仕立てのキャロットラペ、肉汁あふれる小籠包やしびれる辛さが癖になる四川山椒ピリ辛麻婆豆腐など本格的な味わいを楽しめる品々が揃います。さらに種類豊富なカップスイーツに成城石井で不動の人気を誇るプレミアムチーズケーキ、年間100万本を売り上げる大ヒット商品です。一口食べただけで分かります。とっても濃厚、中に入っているこのレーズンが芳醇な香りを演出していて、これまたアクセントになっています。一つ一つ厳選しこだわり抜かれた成城石井の商品の数々、ついに明日から新潟で楽しめるようになります。そんな注目の店舗成城石井が明日いよいよオープンです。また今後も続々と新たなお店オープンしていきますので、そちらも目が離せません。日進月歩で進化をする新潟駅から中継でお伝えしました。大谷さんの中継でした。いや気になる商品目白押しでしたね。広々してましたね。